常人のくせに私に歯向かうとこうなるのよ。くそ。それだけで終わると思うな。鋭いわね、まるでゴキブリね。くそ、高速移動ができないから、スピードに違和感だ。さて、奇想の剣であなたにとどめを刺しますかね。そうだ、あの剣を奪えば。なるほど、まだ抵抗する気でいるのね。ふふ、ちょっと油断しすぎじゃない？まずき、そ、気配が、どこに行った？背後に決まってるでしょ。え、よかった、目が見えなくても攻撃の角度であなたの位置がわかる。まずい。嘘、ぬるい。うわぁ、あなたの攻撃、私に全然届いてないわよ。はぁ、はぁ、無様ね、光がうまく使えなくなったらここまでダメになるなんて。悔い改めてそのまま地上に戻りなさい。それはできないわね。私だって、守りたいものはある。隠し続けた感情だけど、ここまで来て抑えられるわけないじゃない。まだ立つのね。そこから一歩でも動けば容赦なくそこから落とす。やっぱり、格上か。普段の私ならこれくらいの戦闘力差なんてなんとでもない。むしろ本気で指揮解放を使えば重力は出せる。けど光がうまく使えないこの展開では話が変わる。果たして指揮解放程度の光の強さでこの展開を超えることができるのか。限度を知るために一度あれを使うか。あれ、何か力を隠してるの。とっておきがあるわよ。そう、なら地上で披露するといいわ。じゃあね。さて、これを使うのは本当に久しぶりだな。さて、初実戦を広めといきますか。指揮台に解放。なに、このバカでかい人力は。前回でもこんなバカでかい力は見たことない。何今の。あ、あなた。やっと私の光が前回に満ちた。もう、あなたなんかに遅れは取らないよ。26億。バカな。さあ、先に進ませてもらうわよ。敷地転向、スタッフ脚光、永遠力。そんな、さっきまで私が優位だったはずなのに。こんなことって。天候、雷鼓、星雲、次元。式栄翔の最高峰の術名。式の季節を極めた者だけが扱える究極の術式。いくら天神とはいえ、神の力を限りなく最大まで出せるこの術を止めることはできないでしょう。すごいわね、あれほどの技を受けてまだ体の形が残ってるなんて。私が想像してたより守備力が高かったのね。さて、行こうか。この状態だと高速移動はできないから自力で走らないと。月下は天使との戦いで第二解放まで使用し、初手から相当の疲労を抱えた状態で展開攻略を開始した。光がうまく使えない展開では月下は想像以上の苦難を迎えることとなる。だが、運命とは残酷。そんな月下に容赦なく難題をぶつけてくるのだ。はぁ、はぁ、想像以上に遠いわね。あれから数時間は走ったけど霊宝山、天宝山、どっちか忘れたけどたどり着かない。メリアちゃんたちはまだ妖怪山付近だろうし、できるだけ早く入手しておきたいわね。誰？おや、まさかかわされるとは。あなたも天神。俺はただの虫さ。巣を張ってただ獲物を狙う雲。またかわした、お前、強いな。あの人何者なの？ほぼ高速に近い速度で攻撃を仕掛けてくる。虫、雲、もしかして、毒虫。俺たちのことを知ってるのか。ならなおさら逃がすわけにはいかないな。捕まえた。話しなさい。いいよ、話してあげる。どっちみち動けないけどな。何これ、糸。粘着性の糸だ、そう簡単には外れないで。さて、これで逃げられないな、どうする。すぐ殺してもいいけど、どうせなら回答を聞きたいな。そうね、私ならこうするかな。驚いた、まさか炎機械だったか。燃えてよかった、でもわかったわね。相手は、糸を操る能力、を持っている。おそらく糸の材質を変えたり、糸に属性を加えて攻撃をしてくるタイプでしょうね。あれ、なんかわかっちゃった感じ。糸を操る能力。おそらく材質変換とか属性付与を行いながら戦うタイプ。はははは、は、正解だ。まさか能力スタイルまで見抜かれるとは。戦闘力もおそらく私が上のはずよ。あなたに勝ち目はあるの。ふふ、それがどうした。
関係ないよ。捕らえた獲物を殺すまで話すわけないだろ。ここは逃げられないわね。佐々木の第二解放で戦闘力も落ちてる。この短時間に何度も第二解放を使用すれば一度目に比べて大幅に体力を消費する。やるしかないわね。引き第二解放。はい、皆さんゴールですね。とりあえず玄武の沢まで到着しましたね。想像以上に過酷だ。久しぶりにやったけど頭がぐるぐるするよ。力を使い続けたから疲労感がすごく出てくるでしょうね。でも常に力を使うことで、常に臨戦態勢に入ることができたり、急激に力を解放しても体の負担が軽減されたりします。なるほど、確かに実戦ではどちらも必要な要素だ。この使用を怠ると、一気に力を解放して、戻し、また短時間の間で力を解放、となった場合、体に急激な負担がかかってしまいます。へえ、なら私たちみたいに引き解放で急激に力を上げる戦い方をしてるタイプには必須の使用ってわけね。はい、ですから今回ずっと力を解放した状態でいてもらいます。無理だよ、今でさえ倒れそうなのに。でも極寒の地を乗り切るためには揚力を体にまとって大気温を受け流さないといけないんですよ。つまり今の使用は山を乗り越えるためにも必要ってことなのね。そういうこと。すごい技術だ。独学だった俺にはわからない技術だ。ねえ、オオカ姉さっきから黙ってるけど大丈夫？って流れてるー。ちょっと、オオカ、何やってんの？ってあれ気絶してるわね。わかってるよ、なんで冷静になるの？あ、流されてる。とりあえず私が助けに。ちょっと、メリアちゃん押さないで。じゃあ？あ、メリアちゃんろ過大丈夫。ちょ、お前ら何やってんだ、コクリ。オオカが、大変な時に濡れた二人を見て生唾飲んだろ。すまん、それよりオオカが。何やってんの？あ、ニトリちゃん。とりあえず上がったら。うん、そうするね。それでなんでオオカちゃんが溺れてたの？ちょっと疲労で川の上で気を失ってたみたいで。ストイックだね。せっかね、知り合いなの。以前私たちの家の冷蔵庫を修理してもらったんだよ。とりあえず私の家に来なよ。濡れたまんまじゃ風邪ひくよ。お世話になりましょう。そうだね、今慌てても前回まで乗り越えられないよ。すまん、同意見だ。そうね、それじゃあお世話になります。霊夢、何やってんのよ。見てわからない？教会の監視だけじゃ儲けないから商売してんのよ。いや、商売するのはいいわよ。こんな緊急時に客なんて来ないと思うけど。わかってないわね。今私の横には世界トップクラスの神であるウープ主がいるんだから利用しないと。あなたね。それでいくら稼いだの？今置いたばかりだから0円よ。まあ見てなさい、石化たちが帰ってきた頃には幻想郷一の大金持ちになってるわよ。いい生活してるわ、この巫女は。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか？ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。